皆さんこんにちは、ダリアです。そしてここは永山電鉄の起点、出町柳駅です。永山電鉄といえば鞍馬寺、貴船神社や延暦寺へのアクセスとしての人気の路線ですが、今回私は永山電鉄の鞍馬線をメインに車両や沿線を解説します。永山電鉄は出町柳駅と延暦寺の最寄り駅八瀬比叡山口駅をつなげる永山本線と、宝ヶ池駅と鞍馬寺の最寄り駅鞍馬駅をつなげる鞍馬線という2つの路線を持っています。今回私がお世話になる鞍馬線の起点は宝ヶ池駅ですが、実は1929年に開業して以来ずっと出町柳駅に直通運転を行っていて、実質的に起点は永山本線と同様にここ出町柳駅といっても過言ではありません。そんな永電は主力の700系以外にも観光列車キララ、比叡やいろいろなイベント列車も走っています。これは815系だと思うんだけど、これもね、今期間限定で面白いのやってて、岩手県の名産の南部風鈴をつけて走ってるんだよ。本当にプリンくつってるよ。すごい、すっごい気持ちいい音だね。これちなみにこの電車が行く先って鞍馬寺でしょ。鞍馬山って義経伝説で有名な場所でしょ。義経がそこでなんか鍛えられたっていう伝説があって、で逆に岩手県奥州市一緒に行ったでしょ。そう、あそこも義経と関係の深い場所だから、こういうふうに義経の場所同士で仲良くしようっていう感じで。そう、向こう三陸鉄道同じ企画やってるらしい。私風鈴の歌めっちゃ好きなんだよね。すごい透き通ってて夏だなって感じがする。列車は北山の鞍馬山や貴船山を目指して出発しました。いいね。私実はね、多分鉄道大好きな人だとこれめちゃめちゃ共感できると思うけど、私ね、電車が揺れるところ大好き。超気持ちよくない？なんか電車に乗ってるっていう感じがある。電車は立ち並ぶ家の間を縫って走っていきます。観光列車だけではなく生活路線でもあるため、観光でにぎわう場所のみならず住宅が立ち並ぶエリアも通過するのです。目の前に見える山は標高848メートルの比叡山です。実は比叡山は日本の神話である古事記にも登場していて、古来より大山食いの神っていう山の神様が住んでいると信じられていました。延暦寺が建てられた平安時代より前から神聖な山だったということですね。列車は間もなく元田中駅に到着します。なんとも不思議な名前の駅ですが、この付近は田中村と呼ばれる村があったためと言われています。近くに鎌倉時代創建の田中神社があります。なんか木製ですごいぬくもりのある駅だね。この電車って鞍馬寺とか貴船神社に行くから、一見結構観光列車のイメージがあるかもしれないけど、さっきの駅みたいに意外と大学の前で泊まることも結構あるから、普通の一般の方々の生活路線でもあるし、そう結構使われてるらしいね。気づかないうちに電車がどんどん進んでいき、少しずつルートを北の方面に変えていたため、目の前にそびえていた比叡山が右手に移動しました。前の丸みを帯びた山はひょうたん崩れ山でしょうか。ちなみにこの名前の由来はひょうたんを寝かせたような形をしていることから来ているそうです。列車は間もなく一乗寺駅に停車します。一乗寺って聞くとお寺がありそうな感じがすると思いますが、残念。
それは地名から来ていて、お寺自体は現存していません。平安時代中期から中世にかけて当地に存在したのですが、南北朝の動乱以後に廃絶したため、詳しい所在地ですら不明です。今この一乗寺駅に泊まってるんですけど、ここラーメン好きにとって聖地だと思う。なぜかというと、ちょうどこっち側、この駅の西側のところはなんかラーメンストリートみたいなものがあって、そこで京都ラーメンがすごいいっぱい集まってて食べられるし。一乗寺駅から徒歩15分ほどのところには、紅葉で有名な円光寺、松尾芭蕉が滞在した金福寺などの見どころがあります。なんだね、比叡山はどこからでもわかる。綺麗な街並みだな。河原の景色が多いし、江戸時代初期、1656年59年頃、後水尾天皇によって造営された修学園離宮の最寄り駅、修学園駅を後にすると、次に列車が目指したのは宝ヶ池駅です。時々ちらりとモコモコした丘のようなものが見えると思いますが、それは駅名の由来である宝ヶ池です。江戸時代中期にため池として作られた人工池で、現在は公園になっています。ちょうど次は起点駅であるプラマ、プラマ線の起点駅、宝ヶ駅。私が乗っているのと同じデザイン電車、木漏れ日とすれ違いました。ちなみにデザイン電車ということで、車内にまでこだわっているので、中吊り広告がなく、絵画展や写真展などが開催されています。皆さん気づきましたか？いよいよ鞍馬線の起点、宝ヶ池駅が見えてきました。駅の左側には白とオレンジ色のマンションがありますが、かつてここには鞍馬電気鉄道の本社があったそうです。右側の線路は延暦寺方面へ行く永山本線です。この駅に到着したということは、まもなく比叡山とのお別れですね。右手には上高の氷室山という小高い丘が見えています。確かな情報ではありませんが、江戸時代まで皇室用の氷室、つまり氷を保管する場所だったと言われています。時々聞こえてくる風鈴の音が気持ちいいですね。宝ヶ池駅の次の駅は八幡前駅です。駅の近くに駅名の由来にもなった三宅八幡宮があり、それにちなみ柵や上絵の柱は朱色に塗られています。岩倉駅を出て列車は岩倉川を越えます。次の駅は木野です。木野にはかつて集落があり、瓦器を生産し、朝廷や足利将軍家に祭器や食器を献上していたと言われています。京都の代表的な産地だったそうです。ちなみに瓦器とは、中世によく使われていた素焼きの土器です。観光で訪れた人だけではなく、地元の人々の足となっている永山電車ですが、その生い立ちを知ると京都との深い関わりが見えてきます。今でこそ永山本線と鞍馬線は永山電鉄の路線になっていますが、実はこの2つの路線の誕生はそれぞれ違うのです。永山本線は1925年に京都電灯により開業しました。京都電灯は1887年、日本4番目に設立した電力会社です。
その会社は京都の復興を目的に作られた琵琶湖疎水の蹴上発電所が営業を開始した後、疎水の活動にしか使われていなかったその電力を使用し、京都市中の伝統の本格的普及や産業復興に貢献した会社です。そして鞍馬線は1927年に京都電灯と京阪電気鉄道によって設立された鞍馬電気鉄道の路線でした。しかし京都電灯は1941年に解散したため、鉄道業を京福電気鉄道が引き継いでいましたが、経済的な問題もあって1985年に永山電鉄株式会社が設立されて今に至っています。安定した電力の供給先を確保するために京都電灯はさまざまな鉄道、バスに携わり、鞍馬電気鉄道の傘下にあった京都バスの車掌も天狗の羽打ち場になっているのもその名残だそうです。京都の歴史と深く紐づく永山電車の歴史を感じながら、ぜひもう一度乗ってみてください。お待たせしました。それでは再び車窓に戻ります。2軒の茶屋があった。そうなんだよ、昔2軒の試合があって今はないらしいんだね。潰れちゃって疲れちゃって。東京の三軒茶屋は同じ由来だったような気がする。似てるね、そっち三軒。かつてこのすぐ近くに鞍馬街道が通っていました。京都と日本海の若狭地方を結ぶ街道の中では若狭街道が特に有名ですが、実はそれ以外にも街道があり、サバ街道という総称を持っています。そのうちの一つは平安遷都の頃からの古街道、鞍馬街道です。この辺りには宿場町のようなものがあったのかもしれませんね。今列車はこの二軒茶屋という駅を出発したところです。かつてここに二軒の茶屋があったっていうことからこの駅の名前がついたらしいんですけど、今はどうやら両方とも無名らしいです。でこの駅からは50パーミルの勾配を走ることになる。それがすごい楽しみ。やっぱりなんか信じられないね、ああいう感じの可愛い列車は50パーミルを走れるのかなって、ちょっとワクワクするところもある。でそこからはここでも絵で描いてある通りもみじの区間ですよね。この市原から二ノ瀬駅の間、二軒茶屋駅以降列車は単線区間を走ります。そして二軒茶屋駅付近までは山の裾を走っていましたが、この駅以北は50パーミルの勾配がある山岳路線となります。パーミルとは1000メートルあたりの高低を指します。基本としては日本の鉄道は25パーミルまで制限しているので急勾配なはずですね。左手に見える和風の建築は不堕落寺というお寺です。このお寺には以前の動画でお話しした平安時代の歌人小野の小町の年老いた像があり、支援の地と伝わるお寺です。小野の小町の和歌が大好きなのでいつかここに行きます。もう一本線路が入る幅があると思わない？右側に。確かに昔は住んじゃった。その話が合っています。二軒茶屋市原駅間はかつて複線だったので余白はその頃の名残だそうです。列車は鞍馬川を越えて先へ急ぎます。線路と踏切と合間に見える山、路上をかき立てる景色ですね。市原二ノ瀬駅間はもみじのトンネルで人気で、現在は夜に青もみじのライトアップが開催されています。せっかくなので私も見て帰りたいと思います。お昼でも神秘的なのに夜に照らされたらきっと息を呑むほど綺麗だと思います。目の前にそびえているとんがった山は
多分標高500メートルの竜王岳だと思います。鞍馬山はちょうどその裏にあるということになります。先に出発しちゃった。わあ、見て、流星駅かわいい。山の中にある狩猟小屋みたいな感じじゃない？どんなイメージなの？ちなみにこの駅は単線区間のほぼ真ん中に位置するので、ここで電車はすれ違えるように2つの線路が用意されています。さすが神話の地と天狗伝説の地を走るだけのことがあって、とっても神秘的な雰囲気ですね。京都は三方に山々が位置していて、その方角に合わせて東山、北山、西山と呼ばれています。それぞれの山には特徴や名産があり、現在私たちの列車が走っている北山は北山杉が名産です。北山杉は京都では様々な場所で使用され、かの金閣寺もその一つです。まもなく貴船口駅です。ここは川床で有名な場所だけではなく、古事記の時代に神様によって創建された貴船神社があります。また貴船神社の主祭神は七夕と関係があるので、七夕電車の短冊は後でここに奉納するのです。今列車は営田唯一のトンネル、ふぐおろしトンネルを通過しています。鞍馬山の下をくぐっているでしょう。電車は徐々に速度を落としていき、ほどなくして終点鞍馬駅に到着です。駅の係員が対応。ご乗車ありがとうございました。鞍馬終点でございます。お忘れ物が利用中です。すごい森の中でね。あ、見て、これ今この列車と一緒にやってる風鈴。いいね。そうだよ、これでも全部南部風鈴。岩手県に住んでる方だと多分馴染みのあるものだと思うよ。ここパラダイス。これだよ、夏に体験したかったのは。音楽だね、もうもはや。ここね、なんか売ってるらしいんだよね。本当に売ってるのかな。これなんだ。雪もいいね、お寺風で。これちゃんと鞍馬寺が書いてあるところがいいなと思う。よくない？ライトアップが見たいのは夜なので、一旦は暗くなるのをゆっくり待ちながら周辺をぶらり散歩します。これだ、大きいね。見てこのサイズ。耳も大きいよ。天狗？天狗。ここ天狗がいるっていう伝説があるからね。で、あの義経、源頼朝の弟がすごく武術で有名な人だったけど、その武術を学んだのはこういう天狗だったんじゃないかっていう。これね、天狗がすごい難しくて、誰なのかなっていうことをよく分からなかったけど、なんか日本で8人のすごい天狗がいるらしくて、その中に入ってる天狗らしい。これはね、デナ21っていう電車。かつてこの鞍馬線を走ってた電車で、すごい長い間走ってたんだよね。この鞍馬線が開業してからもう結構最近まで走ってたんだよ。だから今のこの鞍馬線のイメージといえば、あのキララちゃんがすごく思い浮かぶと思うけど、多分一昔前の方々にとってこの電車はもうまさに鞍馬線の象徴なんじゃないかな。すごく長い間走ってた電車だからこそ、この電車もあの走らない、廃業した時にあのここに置いとこうっていう流れで。
今ここで保存されてる。暑いからかき氷買った。最近私すごいかき氷にハマった。夏は美味しいよね。ありがとうございます。うわ、大きい、すごいね。先に行っちゃうの。夏、風鈴の音を聞きながらかき氷を食べる、夏ですね。今は時刻18時27分で、おそらくこれから乗るのはこの17時1分発のキララか41分発のキララですね。というのもまだ全然明るいので、もうちょっと暗い時間を狙っていきたいなと思います。しばらく待機だ。そうだね、しばらく待機。意外とね、見てみるとそんなに持ってる人多くないんだね。私てっきり結構綺麗な感じの風景になるはずだから、すごい混むのかなと思ったら全然人がいなくて、なんかちょっとした穴場イベントかな。ここはあのかの有名な鞍馬寺です。鞍馬寺もそうだし、貴船神社もそうだし、もう一個一個話がすっごく面白くて、これはまた別の日に改めて行って皆さんにも紹介したいと思います。で、もしかしたらだけど、鞍馬寺と貴船神社は別々になる可能性が結構あるかも。本当に面白いんだよ。これもう背景、歴史的な背景とか伝統とかそういう伝説を知った上で行った方が面白いと思う。もう1000番ぐらい面白いと思う。来た来た来た、キララちゃんだね。もうちょっとで見られるよ。いいね。キララはね、そもそも前言ったように実は観光列車として登場した列車なんだよね。1997年頃になんかあの鞍馬線が結構危機に陥ってて、でなんか乗る人が少なくなるんじゃないかっていうことでこの電車が登場した。こういうふうに上のところも窓をつけて皆さん景色を楽しめるようにという思いで作られたらしい。だからキララ、いろんなところでガラスがついてるからキラキラしてて美しいっていうことからね、キララ。やった、ここでいいでしょ、ね、電車をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は出町柳行きです。なんかすごい楽しみ。貴船口です。お待たせいたしました。次は市原です。楽しみ。The next station is 市原。いるかな、待ってるから。ご案内いたします。電車は間もなくもみじのトンネルを通過いたしますので、車窓をご覧ください。いや、大丈夫。
入ってきた。わー、すごい。暗闇の中から現れるモミジ、心が奪われる自然の美と人の作り出す光の共演です。すごい神秘的だったね。なんか一瞬だけど、その一瞬のために何時間も待ってて本当に良かったと思う。すごい。何時間ぐらいかな。いやでももうもっと待ってるじゃん。お昼からでしょ。だから狙ってるの。いや本当に良かった。すごい綺麗だったね。そうだったね。いいもんでしょ。わざわざやっぱり消してくれたね、電気。しかもスピードゆっくりだったの。びっくりした。ということで、もみじのライトアップを見て、今、学習院という駅まで来ました。修学院、なんかずっと間違っちゃうんだよ。修学院という駅まで来ました。この修学院一条寺の間はラーメン屋さんいっぱいあるということで、ラーメン食べようかなと思います。すごい感動したね。私もあそこまで綺麗だって、もう期待もしてなかったもん、本当に。めっちゃ声上げてたじゃん。ね、もうすごい綺麗だった。もう立派で、すごい神秘的で。本当に綺麗だった。もう言葉で言い表せないね。でやっぱり私後ろもちらっと見たけど、もう全部本当にもう360度もう全部大もみじのライトアップだったね。夏を味わえた。そういうことで、今回の動画を終わりにしたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ちなみに皆さん、私と同じように大もみじのライトアップを見たい場合は、もう絶対蔵前駅から行った方がいいと思います。その次の木舟口ですごい人が乗ったよね。いやもう本当に感動した。よかったね、見に行って。うん、長い時間本当に待ってよかったと思った。もうベストショットというか、その目の中にベストショットが映った感じだね。一瞬だけど、でも本当に綺麗な一瞬だったよ。たまにはやっぱりいいものを見るためにここまでいろいろ尽くさなきゃいけないよね。でも逆に待った回としてはすごく素敵な景色見られたよね。そこで諦めて、いやまだ空明るいけど見に行こうとかなってたら、多分そこまで綺麗な状態で見られなかったと思う。ちゃんと待ってよかった。ちょっと最後の40分どうしようと思ったけど、ね、もうお腹も空いてきちゃったよね。途中食糧難民になったけど本当に良かったね。最後にラーメンストリートに寄ります。今回私が選んだのはこのラーメン屋さんです。昔ながらのという言葉に釣られて、塩ラーメン、キクラゲ、私キクラゲと麺もめっちゃ好きなんだけど、その間ですごい迷って、今回キクラゲ大きいね。見て、私の手の大きさと比べると。ラーメンすごい久々だね。見て、この湯気が立ってる感じ。夏にはやっぱり熱々のラーメンね。おいしい。固めで美味しい。行く帰ろう。